クリムゾン着物は1959年のアメリカ合衆国のサスペンス映画サミュエル・フラー監督白人と日系人の刑事が殺人事件の捜査過程で白人の女性と出会い同じ女性に恋をしてしまうロサンゼルスを舞台に偉人主観の恋愛を描くフィルムのアール日本劇場未公開だが JSB で放送されたことがある 劇場の楽屋でダンサーが何者かに襲われ路上に逃げたところを射殺される。ロサンゼルス死刑のチャーリーとジョーは捜査を開始する。日系二世のジョーはイタリア戦線でチャーリーと共に従軍した戦友でもあった。事件の手がかりは楽屋に残されたクリムゾン着物と題された絵のみ。作者の女性画家クリスティンにハンセルと名乗る男から脅迫電話があり。 その後彼女の部屋に銃弾が打ち込まれる。チャーリーとジョーは彼女を保護する。しばらくしてジョーはクリスティンと愛し合うようになる。それを知らないチャーリーはクリスティンに心を惹かれていることをジョーに打ち明ける。しかし事情を知ったチャーリーは身を引く。それを日系人に対する憐憫と誤解したジョーはコンビを解消する。ジョーを追ってリトル東京に来たチャーリーは 偶然ハンセルを見つける。ありがとうございます。